日向正宗は鎌倉時代に作られたとされる日本刀である。日本の国宝に指定されており、東京都中央区日本橋室町にある三井記念美術館に所蔵されている。また、口述の経緯から大垣正宗とも呼ばれる。鎌倉時代の刀工である正宗によって作られた担当である。正宗は相模国鎌倉で活動していた刀工であり、 同じく国宝である、吉光貞宗などの作品で知られる貞宗は、正宗の弟子もしくは実子とされている。もともと、大海片田に二万国を領していた、片田広積が所持していたことから、片田正宗と呼ばれていた。後に、広積より、石田三成へ送られ、さらに三成から妹婿にあたる福原長鷹へ送られた。長鷹は、関ヶ原の戦いでは、 大垣城の守備大将を担当していたが、長鷹が属する西軍が敗戦したという一方が、大垣城に届くと、味方の離脱が相次ぎ、城を攻めていた東軍の水野勝成より、勝成の父である忠重を殺した、加害家持ちの子供の引き渡しことを条件に長鷹の除名が提案された。長鷹はこれに同意して、大垣城を開城し、その際に本作も、 勝成の手に渡ったことから大垣正宗と呼ばれるようになる。なお、長高は出家して、伊勢浅間山で僧侶として過ごすこととなり、勝成は約束通り、長高の除名を家康に願い出たが、長高が東軍の他の武将から恨みを買っていたことから、ついに自害を強要された。勝成の手に渡った本作は、後に借金の方として、紀州徳川家の元へ渡った。 1652年12月に徳川頼信は嫡男である三貞へ本作を送った。紀州徳川家では勝成の武家官位が日向神であったことから本作を日向正宗と名付けて代々受け継いでいた。明治維新以降も同家へ伝来していたが、1927年に競売値出され、2678円で三井断尺家が落札した。 1941年7月3日には、当時の国宝保存法に基づく、旧国宝に指定され、文化財保護法施行後の1952年11月22日には、同法に基づく国宝に指定された。指定名称は、担当無名正宗。その後、公益財団法人、三井文庫の所有となり、三井記念美術館に保管されている。 波長は2 4 7トル、元幅2 2トル、茎チ9 4トル。平蔵、三つ胸、ね。反りは無ぞり、もしくは、わずかに内反り。指裏には、ゴマ橋が掘られているが、これは、本網三つのりの好みで掘り加えられたものとされている。指鉄は正番目肌がよく積み、地にへ厚くつき、地形入り、湯走りかかる。波紋は大模様で、 ワンレ、死体に、互いの目を交え、箱型や耳型の波紋が混じる。荒目の煮えが輝き、爬虫に金筋、稲妻しきりに入る。帽子は、乱れ込み、丸めに返り、長く焼き下げる。茎は、西部、無名。ヤスリ目は勝手下がり。茎尻は浅い剣型となる。ありがとうございます。